これから目にするのはいわゆるゲームとは異なるものです。どちらかといえば本作はたまたま居合わせた私たちがそこかしこに散らばった痕跡をつなぎ合わせて再現していくインタラクティブな瞑想とでも言うべきなのでしょう。本作は匿名の提供者が残した記録に基づいて作られています。進めていくうちには不可解な事象をいくつも目にすることでしょう。それが何であれ、全ては提供者の記録通りに再現された出来事です。もしかしたら不思議な作り話、あるいはきっと本当の話、都市伝説の類だと思ってもらうのが一番良いのかもしれません。あ 勝手に ということで、PC 版ノックノック初見実況プレイ、第1回目始めていきたいと思います。まあ、脱出系のホラーゲームみたいですね。まあ、幻覚なのか現実なのかわからない恐怖に苛まれつつも脱出を図るという。やたら声が高いんだよね。玄関のドアでも開いたのかな。突き止めるのは骨が折れそうだ。うちは大きいし、部屋も何十とある。ほとんどの部屋は長いこと入ってもいないけれど、しかし最近疲れがひどい。しかし片頭痛がひどい。頭蓋骨にキリを突き立てられてるみたいだ。お前頭蓋骨にキリ突き立てられたことあんのかよ。もうクタクタだ。とにかく眠れやしない。暗い場所に行くと変なものが見えるし、朝になれば悪夢も全部消える。夜明けまであと何時間だ。何語なんだろうかこれ。ちょっとドントスターブっていうゲームに似てるような感じがしますね。設定はドントスターブだ。なんか明かりをつけると安全地帯的な、そんな感じなのかな。音楽やばいな。まあ、俗に言う産地っていうんですか、暗い場所に言うと産地が減っていくみたいな。正常でいられなくなるみたいな。あれ？こつけられないのか。ここも無理だな。怖っ。ノックしてますよ。これは？なんだこれ？時間が早まっている。こんな調子さ、時間は早送りもできる。朝が来てくれないのなら私とこの家が動けばいい話さ。ドアが開いた。このルートで合ってたってことか。とにかく暗い場所には行っちゃいけないということは分かった。なるほど、ノックの音はこれか。しかし私はどうやってカンヌキを外したんだ。それになんでかけ直さなかった。
夜中に外に出るのは恐ろしいが、確認だけはしないと。風のせいだとはっきりさせておく必要がある。心配性だな。別の建物か。入れる。なんだこれ、ステージが進んだ。魔界村みたいやな。隠れる。何の音だ。時計の針か。今や完全に目が覚めた。今や、やはり今日も真夜中か。間もなく日が上がる。とにかく今は万事問題ないことを確認するとしよう。そういえば玄関の鍵が開いている夢を見た。誰かがノックしていて、おかげで起き上がって見に行かなければいけなかった。そこで意識が戻ったけれど、私は森の中にいた。家に帰りつくのも一苦労だった。日が経つにつれリセットされるんか。なんかやばそう、音が。もうここを自分の家だとも思えない。どうしてこんなにガランとしているんだ。きっと目が悪くなったからなんだろう。日が暮れると視力はどんどん落ちる気がする。まあ関係ないさ。待つ時間が少し長くなるだけの話だからね。もうすぐ朝が来るし。それにしてもこの落書きは。夜回り中、少しの間だけでも部屋の照明をつけておくのは重要みたいだ。家が秩序を持って維持されていれば悪魔は消え去る。これは科学的に証明された事実だからね。科学っすか。つけられないな。なんだ今の DVD みたいなモーション。つけられませんね。地下は怖いな。さっきから屁こいてるの誰？無理だ。ところでこれは走るとかないのかね。なんだ、結局何でもなかったのか。夜明けはもうすぐだ。あとはそれまで生き延びるだけだ。真ん中の部屋に。ただの演出か。音でかいっすよ。屋根裏。何か見えましたけど。そうか、玄関のドアが入って何者かが侵入してきたという体か。 Don't do this. 声が聞こえますよ。ちなみにヘッドホンでプレイすることを推奨しているみたいですね、このゲームは。つけられません。いるよ。発煙カウントやな。怖っ。隠れないと。なぜかなんてわからない。だけど今すぐ隠れないと。登ってくんのかな。降りてみるか。行くぞー。あ、いるよ。
You thought about it. 特に脅威じゃないな。It is inside.急に静かになったな。You thought about it. Don't do this. And right then, it was inside.これは壁の穴、それとも見えないものが見えてしまっている？もちろんこれも夢に過ぎない。証明するのも簡単だ。明かりをつければ全て消えるからね。穴の中入れたぞ。ここはどこだ？長期間の隔離は精神状態に好ましくない影響を与える。疲れ切った心は、私は立ち直らないといけないな。なんだか家の中で不気味なことが起きている気がする。まずいですよこれ。開いてる、入れる。オープンユアマインド。どういうこと？時々ありえないものが見えることがある。夜空に新しい星を見つけたりすることだってある。でもそういったものは記録やレポートには記載しない。単なる抑うつだろう。もっと重大なものかもしれないけれど、軽眠と呼ばれることもあり、これは無遊病も引き起こしかねないらしいが、どのみち一過性のものさ。すごい自分に言い聞かせてますね。脱出できないぞ。これってひょっとしてランダム生成なのか？開いてる。あ、進んだ？進んでない？戻ってきたってことか。戻ってきただけみたいですね。ということは、あの穴の中に入るのはあんまりよろしくない。ちょっと待って、目を鳴らしたい。なんか時計、砂時計のマークが、砂時計が出てなくてもちゃんと直す作業はできてるってことか。ん？開いてないぞ。そっか、あの直すモーションに入ればもうその直す作業中に入ってるってことが何を言ってるのかわからねえと思うが。時間も結構早まるみたいですね。そんでもってこの電球の場所から離れていても大丈夫だと。余裕。入ってない。音でかいよ。閉じ込められた。やろう。どうするつもりだ。開かない。開くんかい。開くんかい。
thought about it. And now it is inside. これ大丈夫なのか？その場に立ち尽くして見守る？これで正しいんだろうか。感じ。おい。おい。自分の反射神経を褒めてやりたいところだ。時間が巻き戻ってる。I was ready. 子供時代の遊びを思い出すな。隠れていると時間が逆行していくような気持ちがしたものさ。なんで急に全体図に？あ、夜が明けたということか。かくれんぼは闇の中で、かくれんぼは勇気を試すテスト。遊んでいるときは本当に隠れてしまうのは避けること。ゲームが終わりを告げるまで正面から向き合うのが大事。鬼に見つかると何もかも最初からやり直しになる。ポイントは鬼がかくれんぼをどういう遊びだと思っているか推測すること。誰かが隠れずに突っ立っているときに鬼がそこに隠れているなと言っていたら、今見られているかどうか気にしなくても良いわけだ。見つかったらアウトなのか。なかなかシンプルじゃないか。一般的に言って夜明け前の時間などぐっすり眠っているのが一番なのだけれど、最近は目が覚めてしまって眠れない日が続いている。だからこの時間は眠らずに家の中を見回ることにしている。さてと、部屋がきちんとあるべき姿をしているか見回るとしようか。疲れがひどい。夢中歩行してしまうくらい疲れてる。昨晩なんか目を覚ましたら玄関の前にいた。缶抜きを閉めてなかったらそのまま外に出て行ったかもしれない。夜の間この扉はしっかり閉めておかないと。つまりこのドアが開いたら結構ピンチってことか。お、この屋敷は観測所として使われている古い科学施設だ。私が生まれた時からここに住んでいる。私は世界研究をしている。親から継いだと言うべきか。世界研究者の仕事は世界を観察すること、その構成物を研究すること。研究成果を書き記して分析したりする。我々の研究成果はいずれ、こう音でかいっすね。消えたけど、つまりむやみやたらに電気をつけて時間を消費するのは良くない。私が継ぐまでは父がここで働いていた。父の前は祖父、その前はといった具合だ。家には先祖が代々残していたものがたくさんある。ただこれは素晴らしい遺産というわけではない。私が部屋の奥に鍵をかけてしまっているのもそのためだ。そもそも私は見もしないから。科学者の末裔っていうところですか。過去のことは考えたくないな。闇の中で暮らす方が面倒が少ないし。ここなんかあんのかな。なんもないですね。
時間を進める前に、じゃあ全部電気つけようか。よし、じゃあ進めるか。行くぞー。よかった、朝はもうすぐだ。そうかな。まだこれ9時ってことでしょ。開いちゃったよ。外に出れるってことか。まだまだ夜はこれからじゃないのか。出てみるか。私は開けていないぞ。外には忍び込むような生き物はいない。私を外に呼び出せるようなものももちろんいない。唯一ある道は家の周りを回っているやつだけだ。とりあえず今はこれ以上新しいのがないことを確認しておこう。定期的に外に出るんだ。何もない。お、あ、やっと着いた。どこでもいい。元の場所じゃなくてもいい。これで終わりかい。あれで会ってたんだ。私は今眠っている。今この時何が起きているかなんて誰にもわからない。何もかもが荒れ果てている。部屋の多くは打ち捨てられたような状態だ。この家は誰も入れないはずなのに、もはや小さなひび割れだって大きな問題だ。だからこそ私は隙間という隙間を探し出して塞がなければ、すべての隙間を閉じさえすれば、すべては元通りになるんだから。どうしてこの部屋だけ整理整頓されているんだろう。もちろん誰かが掃除したからに決まってる。一体誰が掃除したんだろう。自分に決まってる。他に誰がいるって言うんだ。自問自答しすぎ。まだだ。まだやらんよ。全部施錠されている。よかった。この家には夜明けまで何者だって忍び込めない。ここは私の要塞だ。外の色が変わってますね。湿った土の匂いがする。何者かが土足で侵入してきた。やばそうな部屋だ。怖いぞーこれ。急に電気消える演出とかされたら絶対ビビるわ。なんすか。言ったそばから消えるんかい。やめてくださいよ。はい、音でかい。閉じ込めやがって。
やばい。入ってこれる。あ、消えた。ででまずいですよ。結構ぬるいゲームだなと思ったら、やっぱこういう難易度が上がる的な。ほえー、よし。消えな。マイネームイズノーバディ。うわ、なんか新しい敵。ようやく全部が元通りだ。全てがはっきり見える。なんだか頭の調子が冴えない。まだ半分寝ているみたいだ。揺れてる。酔いそう。時間進めた方がいいのかな。ある意味タワーディフェンスだなこれ。音でかい。時間進めるか。雷のせいで停電している。消えな。安全圏に。おお。あ、時間が戻ってる。後ろにいますよ。ある意味ライフなのか。時間はいるよ。はあ、ということはこの時計は体力の回復のようなものなのか。びっくりして椅子に足ぶつけたわ。なんとなくゲーム性が出てきたな。すっごい邪魔。ちょ、邪魔っすよこれ。え、何？隠れる場所。面白くなってきたじゃねえの。消えたか。もうなんか開けない方がいいんじゃないかなとか思ったり。つけよう。安全圏の拡大を。よし。いる。よっしゃ、私の勝ちだ。完全なる勝利。まず一人で遊ぶこと。夜明けの3時間前に起きて、自分は何も忘れていないと3回となる。暗い家の中を歩いて部屋の照明をつけて回る。最初にいた部屋に戻り目を閉じる。最初に浮かんだことに集中してみる。何かの顔が浮かんだら、それがあなたに家に住むことになる。